こんにちは、のぶです。では798日目の左足アウトサイドチャレンジ100回、今日もやっていきたいと思います。ただ単に、やるのではなく、意識して、やりたいと思います。昨日はちょっとボールが前に前に離れてしまったので、やっぱりボールの真下、ボールの中心を蹴るということを意識してやりたいと思います。では今から5分間集中していきます。ではスタート。よし、では行きます。13。バラバラなんですよね、当たる面が。紐がほどけました。くそ。まあ、やっぱりミートしてる場所がなんか変なのかもな。
じゃあ。13回でしたね。やっぱりこうなんか打点がもうバラバラだし、ミートする足の位置がやっぱり定まってないので、ボールがあっちこっち行っちゃうっていう、の同じことの繰り返しですね。歯がゆいですね。なんか自分自身が悔しい。まあでも粘り強くいきたいと思います。今日はここでおしまいにしたいと思います。また次頑張りたいと思います。ありがとうございました。